予感測りごとは、中華民国の軍人。越軍出身の軍人で、国民革命軍に属した。字は、悪期。関東陸軍小学第5期、武将陸軍第2予備学校で学ぶ。1916年、中華革命党に加入した。1919年春、保定陸軍軍艦学校第6期不評価を卒業した。当初は、 北京政府軍に加入したものの、翌1920年に南下して、越軍に転じ、第一市に所属している。1925年、国民革命軍第4軍第11市、第31団団長に任ぜられる。翌年、高麗警備司令も兼任した。1927年、第11市副市長に昇進し、1928年春には、同志市長となっている。 1929年春、関東編津海区第一旅旅町となり、同年夏には第59市市長に昇格した。この間に小桂戦争を小海石派として戦っている。1931年、古官民南京に橋を発して、藩省の西南派が公衆国民政府を組織する。予感測りごとも西南派に加わり、陸軍第一軍軍長に任ぜられた。 同年12月、満州事変勃発を受けての大同団結により、南京、甲州の両派は、西郷同士、世は、中国国民党、第四期中央執行委員に選出された。翌1932年1月、国民党中央執行委員会、西南執行部委員に任ぜられたほか、同年中に、越変区第一祖地軍司令官に任ぜられ、公軍総統に従事する。 翌年以降、陸軍第一軍軍政軍どころ主任や、中、第六水税主任を兼ねた。予感測りごとは、西岸派の放棄以降、関東の実質的な支配者である陳積み等に、従属していた。しかし1936年6月に、陳が、藩省の良好事変を発動すると、あまりや理官魂はこれに追従せず、小解析に味方して、陳をゲ野に追い込んでいる。 同年9月、世は陸軍上昇区組を授与され、10月、大子祖事軍総司令を兼ねた。1937年、日中戦争が勃発すると、予感測りごとは、第4戦区副司令長官に任命された。翌年1月、第12集団軍総司令を兼任する。この頃は、関東省政府主席兼第35集団軍総司令を務めていたり、かんだと、 よく連携し、日本軍相手に前線している。1940年、第7戦区司令長官に昇進した。日中戦争終結後の1946年6月に、陸軍二級上昇に昇進し、1948年5月、陸軍総司令に就任し、翌1949年からは、公衆水政公所主任、河南軍政長官。 海南特区行政長官公所副長官などを歴任して、節学とともに国境内戦で中国人民解放軍に抵抗した。しかし最後は海南島を執管し、1950年5月台湾へ逃れている。台湾では第8期から第12期まで国民党、中央評議員を務め、1965年9月に陸軍一級上昇に昇進している。 1981年12月27日、台北市にて死去、去年85、ありがとうございます。